今日、来てもらったのは、僕、ダ・ジョインツの、もう一回やろう。ジョインツっていうラッパーのグループの男の子たちのグループのラッパーの一人、マコトが、プロモーション撮影ということで、どう、ラッパーの男の子たちをどうプロモーションして、どうお金を稼ぐかっていうのを、ちょっと潜入して見てもらおうと思ってるんで。売り上げ。そうそう。僕の10エッセンシャルは最近結構香水とか気を使ってて、どこの香水、今まではワンシーズン一緒のやつしか使ってなかったんですけど、夏はトム・フォードのトム・フォードネロリです。これなんか海の匂いっぽくて、これやらなかった。行きましょうか。今日何着てますか。今日はシティラボの白のアイスホワイトの T シャツとナイキのショーツ系、これは全部提供ですね。ギフティングでもらって、このカバンは誕生日プレゼントでもらったやつなんですけど、今日あのシャツとカバンでコーチで合わせてるんですよ。そうっすね、まあ、なんかコーチデザイナーが今ロエベのデザイナーに変わったからすごいおしゃれ。そうなんだ。それで売り上げを上げていってファンベースを拡大していくっていうことなんだよね。で今誠もそれにすっごい挑戦してて、結構人気は上がってきてるんだけども、まだナンバーワンに慣れてないって状況。それを打破するために今回プロモーションのビデオを撮影するっていうことになって。すいません。今から MFS のサイン会始めますので、整理券の番号順に並んでいただけたら助かります。1番の方。1番の方。